ぜ。ミカちゃん曰く台湾で手帳の子だと。それは行かなきゃダメだ。ミカちゃん知れと言ってるけど海外だよ。マジでエンジンかかってんな。ミカちゃんここはとにかく便乗して頑張るか。6万数千の旅費も少ない。それでお最善バイト探さなきゃ。すみませんお嬢さん、これ一ついくらでしょう。天国のレスリーちゃんにおやすみなさいって言うため、はいはい、チャイナチョチョ夢心地ER ファンクラブ。だんだん君の伝えたい気持ちが分かってく。Go, go.